英語でディグリーを取って将来世界中で働くっていう、その当時こうイメージした自分がすごく好きだったんですよね。だからこの授業とか以外のとこでどういう時間の使い方をするかっていうところを意識すごくしていたと思いますね。本物のビジネスの一線で活躍している人たちがクラスにいて僕らにアドバイスをくれるとか。今回はですね、UC バークレーのハースって言われるビジネススクールに通われているコウタ君を、チャンネルをお招きして、UC バークレーのハースってかなり有名な、学部で気になるところもあるかなと思うので、ね、掘り掘り聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介いただいてよろしいですか？こんにちは、皆さん。今、UC バークレーのハーススクールでビジネスメジャーで勉強してます、長澤コウタと言います。日本には高校卒業の時までずっといまして、そこから卒業した後アメリカに渡米しまして、カレッジで勉強して、その後バークレーにトランスファーという形で現在に至っております。じゃあ、まず最初にお聞きしたいんですけど、もう高校3年生まで普通のジュンジャパって形で育ってきたってことですよね。そうですね。ずっと日本でしたし、家族、親戚海外にいるとかそういうことないので、完全に日本に留まった生活をしました。なんかそんなゴリゴリ日本の状態で、なんでまたこう海外にこう目を向けられたのかなっていうところをお聞きしたいですね。感情的な理由と、もう一つフィジカルな理由があるんですけど、はい、高2と高3の間に、カナダのバンクーバーに数週間、英語を勉強しに行ったことがあったんですよね。で、そこで、初めてこう、日本国外に住んでみて、まずこう衝撃を受けましたね。その自分がいたところがこんなに制限されたエリアにいたんだってことに気づかされて、そこから焦りじゃないですけど、やっぱりもっと外に出ないと世界のことはわからないし、いつまで経っても他人事だというふうに思ったので、実際にじゃあ外に出てみて、ちゃんと目撃者になって、そういう体験をしたいなっていうふうに思い出したのが一つですね。それが結構こう感情的なショックを受けた瞬間でした。もう一つはカナダにいた時に大学を見に行ったりもして、いろんな人種の人とか年齢層も全然様々じゃないですか。はい、そういうところにもやっぱりなんか、日本にないものを持っているのは、やっぱりカナダ、アメリカの大学だなっていうふうに感じたので、大学進学を考え出したのはそのタイミングですね。英語でディグリーを取って将来世界中で働くっていう、その当時こう、イメージした自分がすごく好きだったんですよね。自分の理想像への憧れっていうところが一番大きな。モチベーションだったね。じゃあ今 UC バークレーのハースに行かれてると思うんですけど、そもそもそこに最初から行きたいと思ってたんですか？高校にいた段階でバークレーのことを考えてたかっていうと、イエスでありノーなんですよ。その当時もしバークレーにこうやってすぐ行くためには SAT とかあと高校の成績とかエッセイも全部こう揃えてなきゃいけなかったので、それ揃えてさらにそれがバークレーに受かるクオリティであるかって言ったら足りない部分がありました。現実的にストレートにくらい難しいから、一回コミュニティカレッジ挟もうと。そうですね、それしか方法がないの。他の4年生大学に行くっていうのもあったかもしれないですけども、やっぱりトップスクールに行くことがいいなと思っていたので、そういう道がありました。ここで少し留学希望者必見の AI を使った留学情報サイトをご紹介させてください。すべて完全無料で、留学生が使える奨学金がわかる。現時点でどの大学に入れるかわかる。卒業生の就職実績がわかる。ぜひ概要欄をチェックしてみてください。コミュニティカレッジはどこに行かれたんですか？シアトルのエリアにある2年生大学なんですけど、ハイラインに関して行きました。なるほど。じゃあそのハイラインカレッジに行った時に大変なことだったりとか、すぐ慣れられたのかなとか、その辺ちょっと状況を聞きたいです。英語に関しては自分は結構気にしない性格だったのか、ストレスは英語では感じたことはあまりなくて、それよりもうちょっと人間関係の方ですかね。僕がこう苦労したのは、2年生の大学っていうのはオープンなわけじゃないですか。敷居が低いので、モチベーションが低い人もいるわけですよね。自分が目指しているものへの温度差とか価値観の違いがやっぱりあるので、どうしてもこうそこの辺の人付き合いがストレスだったというか、難しかったですね。かなりコミュニティカルチの方で勉強されて UC バークレーに転入するぞっていう向きを持ってたと思うので頑張られたと思うんですけど、実現できたって、まあ勝因っていうのをポイントでまとめていただければ嬉しいなと思うんですけど、合格するにあたってその与えられたもの、例えばクラスだったりとかっていうので成績とか、そういうのは最高点で終えるっていうのが当初その2年生大学に行った時の目標でした。で、その与えられたもの以上のことをするっていうのももう一つのポイントとして僕はずっと考えてて、例えば学校のクラス以外にもボランティアをすることもちろんそうですし、あとは学生団体に参加して休み期間とかを利用してでもなんかユニークな体験っていうことができると思うので、そういうクラス以外、学校の授業とか以外のところでどういう時間の使い方をするかっていうところを意識すごくしていたと思いますね。もう一個ちょっと切り込んでいきたいトピックがあるんですけど、 UC 系列僕も結構インタビューさせてもらってあんまり人には言えないんですけど、転入するために入りやすい学部ってあるわけじゃないですか。もちろん大変なのは分かりますけど、学部を選ばなければ結構な倍率で入れるイメージを正直僕は持ってるんですけど、合格率で見るとすごくそれは多分よく分かるんですよ。 Google とかでそのアクセプタンスレートっていうふうに検索すればよく出てくると思うんですけど、例えばバークレーでいう競争率の高い学部っていうのはビジネスメジャーとコンピューターサイエンス、それからエンジニアとかですね。ビジネスメジャーのその編入の合格率は 5.6% で、コンピューターサイエンスも 5% ぐらいなんですよね。だいたいそういう競争率が高いと言われてるところは合格率が 10% 切ってる。で、数字で見ると 10%、20% しかアクセプタンスレートあったりするとか、普通にそのトップスクールと言われる大学でも見かけますね。
だからその、学部がこれだから、君は入りやすくていいねって。いや、そんなじゃん。飛びやすいですけど、だけど、そういうわけじゃないのも事実。なんか難しいですね。人は人っていうとこっていうのは多分そういうとこだと思うんですけど、でも、数字で見ると、そういう入りやすさの違いは明らかにあります。今、ハースに入られてどれぐらいですか？1年経つとこですね、ちょうど。はい、実際にじゃあ1年経ってみてどうですか？念願のハースじゃないですか。入ってみて。まあ、逆になんか想像と違ったとか、そういうところまでお聞きしたいなと思うんですけど。僕としては、理想以上の教育環境だと思って、本当に楽しいんです。学校のクラスもそうですし、UC バークリーのハースっていう括りで、学生たちはこうコミュニティを持ってるんですよ。実際にそうだっけ？その、ハースに入ってる人たちは、はい。同じ UC バークレーって言ってくれんなよって思ってるとこあるんですか？まあ、皆さんそれぞれ難しいですけど表現は。一つ結構多く頑張ってたどり着いてる人が多いんですね。合格率からもわかると思いますけど、そういう意味ではお互いチャレンジを乗り越えた身だからこそ信頼できるっていうような気持ちというか、仲間意識は僕らの中では持ってます。じゃあ具体的にハースってそこまでこう期待以上だったって話ですけど、具体的にどういうのが期待以上だったんですか？どのプロフェッサーも実際のビジネス経験が豊富な方が多いんですよ。学問として学ぶことプラスアルファ、ビジネスって教科書に沿っていけないものが多いじゃないですか。今もパートタイムでプロフェッサーやってるような人とかが、ビジネスの最新の知見を持って教授として教えてるっていうところは、授業の質だけじゃなくて教えてる先生方の熱意とかからも伝わってきますし、前の学期に、ビジネスコミュニケーションっていう必須のクラスなんですけれど、そこでかなりボコボコにやられるんですけど、まさにそこってバリューですね。こういう教育は本物のビジネスの実践で活躍している人たちがクラスにいて、僕らにアドバイスをくれるとか、僕らのパフォーマンスに対して評価をくれるっていうのは、もう素晴らしいなっていうふうに思います。一番鳥肌が立ったクラスでした。今持ってるのは、例えばコンサルティングだったり、IT 企業のビジネスアナリストポジションだったり、友達で今インターンしてるのは Amazon とか Facebook とか、キンゼとかベインとか、ボストンとか、その辺の、いわゆる、コンサル。自分が留学に行ける、アメリカに行ける、また他の国に行けるっていうその機会をこうフル活用できるように信念を持って、何かに夢中になってもいいですね。